7匹の白蛇さんが8匹目で白龍に変わるという、まさにこれ七転び八起きでリスタートの神社でございます。決まりはないんですけれども、はいはい、神社と一致してお参りの順番がございましてですね、はい、そちらの方よろしければご案内を。まず本殿をお参りして、はい、そして、お参りしたらこちらの弁財天社の方へ来ていただきましてですね、はい、こちらにですね、はい、なぜ白蛇という2匹の白蛇さんがおりまして、蛇は再生を表して脱皮をしますので、うん、はいはい、脱皮してどんどん大きくなっていきますもんね。魅力の復活を表すと、うん、調子のいい悪いがあるものをまずリセットしていただくと、リセット出ました。神様のお力をいただいて、こちら平和を表しておりまして、家庭の平和がまず一番の人間の世界中での平和の原点であるわけでございまして、夫婦を表してるんですが、なぜか大きい方が女性を表して、あら、やはり全て、人間は女性から生まれる、はい、出てくるわけでございまして、力強く生きているように見えても実は女性に握られているっていう男性のですね、うん、それ個人的な見解ではないですよね。それは全然私の夫婦の問題ではございません、はい、違う、違う、はい、これは個人的な見解じゃなくて、一切頭は上がらないっていうのはありますけれど、ありますけど、ありますけど、はい、合ってますね。合ってる、はい、皆さん願う時、個人のその願いばかりを願いがちなんですよね。確かに。でも本来その白蛇さんの伝承によると、その我欲を願うっていうのは、うん、願いが逆に叶わないっていう、やっぱり清き願いの実を神様に取り継いでくださるというふうに言われておりまして、基本的に感謝の気持ちとみんなの幸せを願うと、おのずから自分の運気が上がって願いが叶うっていう一番の近道だって言われておりまして、はい、でその自分のことじゃなくって、まあ、自分のことを含めてですけど、みんなのことを、みんなが幸せになりますようにって、もう本当に純粋に思うことが自分の幸せへの一番の近道だと。やはり他人への施しができるそのゆとりが、その白蛇さんのご神徳だって、財産だって言われて、その施しができるゆとり、まあお金もなければならないし、お金があっても出せない人もいるわけで、人間の財産を得るための道しるべをいただけるのがこの白蛇さんの、まあ当社にまつわる伝承でございまして、ある意味では商売繁盛のお手本みたいなものが、まあ示されているというふうに言われております。なるほど、直接お金とか財運につなげた僕が間違ってました。そういうことではなくって、まあ、その白蛇さんが取り継いでくださる、教えてくださることが商売にも通じるよってことで、財運金運につながっていく、直接お金を運んできてくれる動物が蛇やったって、そういうことではなかったということですね。結構その宝くじ当たったとか、楽をして金を得る、方法で結構その金運とか取りがちなんですけれども、実際はそれ大きな誤りなんだという、やはりその努力とか、まあそういったものが必要になってくるわけなんですね。本当にそうだと思います、はい、それで記憶の復活をしていただきました。まずですね、最初に一番古い神様、はい、龍神様にお参りをいただきたいと思います、はい、それで次にこちら一旦ですね、戻っていただきまして、はい、こちらの方へ来ていただきます、はい、こちらですね、お田んぼの上に銭がたくさん盛られておりますけれども、はい、なかなか見たことないですね、これ。こちらですね、はい、白蛇種銭と言いまして、うん、こちら白蛇さんが書かれていて、そして裏に財運富貴盛上という文字が刻されているんですけれども、銭回し、そして、銭洗いご案内をさせていただきたいと思うんですけれども、まずこちらをお取りいただきましてですね、はい、じゃあ、こちら
石臼が置いてございます。そして石臼の上にこの金杯が乗せてあります、はい、こちらの上にこの白蛇種銭を乗せていただいて願いを込めながら3回回します、心で念じながら3回回していただいて、そうしましたらこちらで籠を取りいただきます。でこの上に、乗せて、それで今度ご自身の種銭を乗せていただきます、はい、あ持ってる、はい、お金を、お金を、はいはい、硬貨でもいい、お札でも構いません、はい、こちら乗せ一緒に乗せて、はい、そしたら銭洗い場に、はい、進んでいただきます、こちらで、出していただきます。それでで清めていただきましたら、お参りをしていただくというような、清めてからお参りだったんです、はい、よかった順番合ってた、はい、で今錠剤入れさせていただきまして、これを取ってこっち、はいはい、説明聞いてますか、いやこれが気になってこちらはですね、一回お持ち帰りいただいたお礼参り、お礼参りの時にですね、来た時にこちらへ納めていただいて、同様の金杯がありますから乗せまして、思いを込めてですよね、はい、3回これをここで、まあ世の中全体の流れが動き出すように、うん、自分自身のためじゃなく全体が動くように、それで自分の活躍できるようにというチャンスが訪れるようにという意味を込めて回していただきましたら、はい、あのカゴを回せますか今、あいやそ、今もう一度お話を伺って、もう一回回してですかすいません、白蛇種銭をカゴの中に入れていただいて、はい、でよろしければご自身の種銭も入っていただきます。僕ね、まあ、お金じゃないですけど、ちょうど昨日新しいのを手に入れたんですけど、はい、マネークリップを使っていて、はい、神社とかお寺とか仏壇の飾り金具を作っている職人さんが新しく出したそのマネークリップがあって、自分の手元に留めるときにまあこれに挟んで、さらに新しい気持ちで回していこうと。これをじゃあ本来は、硬貨か紙幣、お金ってことですよね、はい、こちらの方で、はい、お清めを。ああ嬉しいな。もうほんまは清めなあかんの僕の心なんですけどね、一応これをやることによって僕のこの邪念に満ち溢れたこの心を洗い落とすという意味も込めて、はい、ありがとうございます。こちらへ乗せていただく、はい、はい、でお参りをいただく、はい、種銭はですね、ご自身のお財布に入れていただいて持ち歩いていただきます、はい、でご自身でお清めしたご自身の、まあ、硬貨、紙幣に関しましては、はい、大切にご自宅に保管していただきます、はい、そしてまたお参りする機会がございましたら、こちらの白蛇種銭はこちらのつなぎ棒に感謝の気持ちを込めてつないでいただいて、つなげればつなぐほど、まあ、役目に邁進した証として、うん、お礼参りということで銭入をつなぐ、それでまた新たに銭回し、銭洗いを行って、もうどん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 回していくっていうことですね、はい、これはお礼参りに来られた人の思いがつながってるってことですね、これは。じゃあ、はい、放送される頃に、ね、実際の
台というか分かりやすいようになってるってことですね、はいはい、さらにこう説明書きとか、はい、あのこのこれは臨時の台でございます、はい、皆さんがご覧いただいてる頃にはここにはまた新しい、はい、あの説明がなされた台が設置されてるということですね、はいはい、いや今日はもう盛りだくさんいろんなお話聞けてよかったです。本当にあのこの4月1日令和3年の4月1日に社殿が新しくなったっていうことで、はい、でも社殿一つ新しくするっていうのはもう本当にいろんな方の力とかお金とか時間がかかりますもんね、はい、おかげさまでこちらあの神社が努力をして建立されたわけじゃなくて、やはり一番重要なのってあの氏子の方のご常在ご奉納で、はい、このコロナ禍でその1年間かけて工事を行ったっていうのは本当に奇跡というか、うん、よくお金が集まったよねっていう皆さん言っていただくんですけれども、私も本当にもうその神様の力かなという、そういう方々の気持ちがあの現れた証になって、リスタートを切りたい、再スタートを切りたいあなたにおすすめの神社でございました。今日はありがとうございました。ようこそお参りくださいました。せっかく佐々木様がお参りくださったので、はい、もしよろしければなんですけれども、普段の日はお社の扉はあの閉めさせていただいてるんですが、はい、12日に一度二の日という日が来るわけなんですけれども、はい、さらに60日に一度来る二の日、土の富の日という日が、はい、一番二の日の中で縁起がいい日というふうにもされておりまして、うん、その日60日に一度ご開帳しているご神体といいますか白蛇弁財天像をご覧いただければなと思うんですが、はい、よろしいでしょうか。いやもちろんです。こちらがですね、台座に白蛇さんがいらっしゃる黒蛇弁財天像でございまして、はい、よろしければ今一度お参りをいただきたいと思います。超貴重な参拝をさせていただきました。ありがとうございます。じゃあまずは、はい、どうぞお聞きいただきました。ごめんください。今参拝させていただいたんですが、ご支援受けることできますでしょうか。これ今特別に出されてるんですよね。はい、これがですね、竜神社の雨声、うん、そして村人の夢枕に現れた、これ白蛇さんなんですね。これちょっと蛇が。あ、ほんまよ。それで神職にお願いをして村人たちが弁財天を建立したという関係をですね、表したあのご主人になります。なかなかこのデザインもそうですけど、蛇久保竜神社、はい、お坊さんってなかなか神社のご主人でないですけどね、はい、ちゃんと歴史があってそれを表しているっていうことですもんね。今日の一枚どうですか。今日の一枚ですよね。いつもこの番組最後に今日の一枚ということで神社 の、はい、まあ、その特徴的なところを撮らせていただいてるんですけれども、もしよければこの貴重な機会をいただいたので、ご神体というか神社とあの宮司さんと一緒に写真撮らせていただいてもよろしいですか。ぜひぜひ。 ありがとうございます。めっちゃ貴重な写真になりますよ。いや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 、じゃあ失礼します。ありがとうございます。滝も入ってめっちゃいい写真ですよ。今回もご覧いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録そして高評価お願いします。